この愛車レヴォーグのオーディオをこの度取り替えました。このレヴォーグのオーディオ取り替え作業は初心者が行っています。そのため配線や作業工程などに多々誤りがあります。ご自分の車のオーディオの取り替えはあくまで自己責任でお願いします。次に新しいオーディオの概要を説明します。まずバッテリー直結電源、いわゆるバッ直ですけども、車のバッテリーからオーディオテクニカ TRK10-3.0 というケーブルを通して DSP アンプに電源を入れます。次に音声信号の流れですけども、レヴォーグの純正ナビストラーダから音声信号をアンプに流して、そのアンプからドアのスピーカー、それからツイッター、それから助手席下のサブウーファーに音声信号を流しています。次に新しいオーディオの細かいところを説明します。一番上のバッテリー電源のケーブルですけども、オーディオテクニカ TRK10-3.0 ですね。次に最も要となる DSP アンプはミューディメンションの DSP680 アンプですね。それからこのアンプからスピーカーを鳴らしますけども、スピーカーはカロッツェリアの TSC136S という、まあ、中程度のスピーカーですね。それからインナーバッフルというのはスピーカーを純正のところに入れるわけですけども、このアダプターがインナーバッフルです。それからこれはカロッツェリアの UDK615、 それからサブウーファーはカロッツェリアの TSWX130DA といって、まあ安い方のサブウーファーですね。合計金額が139,630円となりました。これがレヴォーグについている純正ナビのパナソニックのストラーダですね。これはこのまま使えます。この音声信号を DSP アンプに入れて使いますので、これは取り替える必要がありません。これが非常に DSP アンプを使う際のメリットと言えます。これがバッテリー電源リレーキットと言います。オーディオでは電源が一番大切ですけども、室内の電源から取ると音がよくありますので、バッテリーから直接電源を取っていきます。それを取るためのケーブルがこれですね。黄色が電源のケーブルですけども、赤い方はリレーといってアクセサリー電源が使えるようになります。アクセサリー電源から取ると、キーをアクセサリーに入れると電源が通じるようになるので便利です。そうしないとキーを取ってもバッテリーはアンプとつながってますので、常時アンプに電源が流れてバッテリー上がりの原因にもなります。これが DSP アンプです。DSP とはデジタルシグナルプロセッサーで、まあ、音質などをいろいろ調整できるものです。これとアンプが一体化しています。これがあるとナビのストラードを変えずに、ストラードの音声信号をここに直接入れてスピーカーに流すことができますので非常に便利です。ただし調整とかそういうものに非常に知識と技術がいりますので、なかなか大変です。ここで注意ですけども、 DSP アンプの取り付けは次のような高度な知識と技術が必要なので、カーオーディオ専門ショップで取り付けるようにしてください。私も最終的にはカーオーディオ専門ショップにお願いをしました。これが純正スピーカーと入れ替えたカロッツェリアの TSC1736S のスピーカーです。大きい方がドアスピーカーで、小さい方はダッシュボードの上にあるツイーターと入れ替えます。なお後部ドアの2つのスピーカーは取り替えていません。これらのスピーカーは値段も2万円から3万円の間と、非常に、ビギナー向けのスピーカーです。これら2つの輪っかはインナーバッフルと言います。インナーバッフルというのは純正のスピーカーを取り除いた後に新しいスピーカーを入れるわけですけども、穴の位置が合いません。それでこのインナーバッフルを入れて穴のビスの穴をこれで調整するわけですね。なおカロッツェリアのインナーバッフルはグレードが3等級あります。これは一番上級のインナーバッフルを買いました。
これはサブウーファーです。サブウーファーというのは低音、低い音を強調するときに使います。これがあるとだいぶ迫力が増していきます。右にあるのがリモコンで、サブウーファーの音量などが調整できます。このサブウーファーは1万から2万円もしませんので、かなりビギナー向けのサブウーファーとなっています。今回新しいオーディオに使用した機材の箱を積み重ねています。上段左側がインナーバッフル、その横中央にあるのが黒い箱が DSP アンプ、その右側にあるのが電源キット、電源ケーブルですね。それから左下段の左端にあるのがカロツレアの新しいスピーカー、それからその横にある大きな箱がサブウーファーの箱です。ここの部分からバッテリーの電源を車内に引き込みます。でまずここに穴を開けます。これが電源テープですが、電源ケーブルですけども、電源ケーブルの途中が2つに分かれますので、こちらの方がバッテリーの方につきます。これが室内の方に行きますので、これと室内のこの針金の先をテープで結びつけて引っ張れば、こちらの方にケーブルが入って、引き出されるという、ことです。5度目のトライですが、今度は、先の方にバターを塗って滑りを良くしています。バターを塗った効果は出るのでしょうか。ではちょっと引っ張ってみます。出てきたんじゃないの。出てきました、出てきました。はい、成功です。はい、成功です。そしたらと成功です。成功マート、このプラスの電源系バッテリー端子に結びつかれる電源ケーブルは、このコルゲートの保護材で室内に引き込まれます。エンジンルーム内は振動や熱、それから水も入っていきますので、このコルゲートチューブで保護する必要があります。でこの電源は室内にはこういうふうに引き込まれています。次に電源の取り方ですが、まあかなり複雑な配線が見えると思います。これがですね、これが2本見えますけども、これが電源バッテリーからダイレクトに来るケーブル、配線ですね。この黄色いのがバッテリーから直に来ます。ただこれバッテリーから直に来ると常に電源が生きている状態ですので、車はエンジンを切っても電源が流れ続けます。これじゃまずいので、つなぐのはオーディオですから、オーディオはアクセリー、車を離れるときに電源が切れてなくちゃいけません。それで使うのがこのリレーですね。これリレーというのはもう最初からこの、それではヒューズのところから電源が取り出しましたので、次はこのリレーの方とこれをつなぎます。ヒューズ入ってますので大丈夫ですね。よし、つながりました。それでは運転席のドアの内装を外して、このネジを外します。
それともう一箇所がここにあります。目くらぶたがありますので、まずそれを外していきます。外れるな。このネジを外していきます。ちょっと固めにはまっています。手で焼ければこのようにベリベリと剥がれてよし。一応外れましたので、あとはカプラーというカプラーという配線がありますので、そのカプラーを外していきます。まずここに、とりあえずカプラーを外しました。カプラー外すの時はこれがもうカプラー外しですね。こういうものが2000円ぐらいで売ってますので、これを買った方が割と素人は簡単にカプラーが外れます。それではドアを取り外しましょう。よいしょ。はい、これでドアが取り外せました。外したドアですけども、これが純正のスピーカーですね。これをまあ新しいカロツリアのスピーカーに入れ替えます。かなりバラす必要がありますので、なかなか大変な作業になります。左側が新しいカロツェリアのスピーカー、右側が古い純正のスピーカーです。これがインナーバッフルというもので、カロツェリアのスピーカーに変えるときはこの台座がないとネジの穴が合いませんので、この台座を入れます。またこの台座を入れることによって音質がかなりアップします。この台座はメタルですけども、メタル、プラスチック、ウッドと3種類ありますが、メタルが一番音質がいい、インナーバッフルです。でもこれがやはり一番高いです。それでは今から、インナーバッフルを取り付けます。スピーカーを取り除いた後、あと3本のネジを同じようにして取り付けます。とりあえず右フロントドアのスピーカーの取り付けが終わりました。あとこの配線を結びつければ、このアンプに結びつければいいわけですね。とりあえずフロントドア右側のスピーカーの取り付けが終わりました。右側のツイーターの取り外しを行っています。ツイーターの配線のため A ピラーの内装も取り外しています。これがナビから来ているスピーカーケーブルですね。これをスピーカー、このスピーカーケーブルをこのアンプにつなぎ込みます。ただつなぎ込む前にこのスピーカーケーブルが
目立たないようにします。そのためにはこのサイドシルと言いますけど、サイドシルの中に入れ込むようにします。今からヘッドセットナビのパネルを外します。まあ一応外してますので、これはすぐに開くと思う。とりあえず外すことができます。これは内装剥がしをすれば、特にネジを止めてあるところもありますので、かなり簡単に外れる。内装剥がしというのはこういうものですね。こういうもので剥がしていきます。する作業はこのナビの裏からサブウォーファーの出力を取り出して、このセンターコンソールの中を這わせて助手席の下にあるサブウォーファーまで RCA ケーブルを引っ張っていくことですね。まあこれ自体と大した作業じゃないので楽にできます。ナビの裏からサブウォーファーの配線をどのように取るかは、ストラーダの取扱説明書で、サブウォーファー出力コードが黒であるということと、 RCA のプラグで出ていることを確認しておきます。それではネジが外れましたので、ナビを外していきます。ナビが取り外せできました。これであとは裏の配線を見ていくことになります。ナビの裏はこういうふうな状況ですね。これはちょっとなかなか簡単にいきそうにありませんね。裏側の配線を検討した結果、スピーカー音の信号はこの裏から取るよりも、ドアスピーカーのところから、フロントスピーカー、ライトスピーカーのところから、DSP アンプに、音の信号は送り込んだ方が良さそうです。ただサブウォーファーの信号だけはこれですね。キャップを外しましたが、このコードからサブウォーファーの信号は取れるようです。だからサブウォーファーの信号だけはここから取っていきます。あとの音の信号はスピーカーコード、ドアスピーカーの方から DSP に信号を送り込みたいと思います。まあそれがここ裏を開けてみた結果の結果、そういう結論です。サブウーファーは助手席のシート下に入れ込みます。一応これがサブウーファーですね。黄色い線が電源線で、これと一緒にアース線を取っています。これは助手席の下に押し込みます。作業動画はここで終わりです。完成後の動画はすべて作業前と同じように機器、配線を見えなくしていますのでありません。次にこのオーディオの運用を紹介します。それでは
オーディオを再生しています。まずナビの画面がから Bluetooth を選びます。 Bluetooth オーディオを選びます。ここを選びます。そうすると Bluetooth オーディオになります。画面、そしたらホーム画面から Amazon のアイコンを選びます。そうするとこういう画面になりますが、ちょっと待ってください。それでは次に Spotify を読み込んでみます。Spotify のアイコンをクリックします。 Spotify が出てきましたので、今のところ音源はこの Spotify と Amazon Music だけですが、 Amazon Music はハイレゾ音源も再生できますので、非常に楽しめます。以上です。DSB アンプを中心として新しくオーディオシステムを構築しましたが、音質が格段に上がり非常に満足しています。ただ DSB アンプの配線などに非常に苦労しました。初心者は DSB アンプを設置配線することはほぼ不可能だと思います。これから DSB アンプでオーディオを考えている方はカーオーディオ専門店に依頼することをお勧めします。